礼しました。出しっぱなしもお恥ずかしいとこお見せいたしました。私西村姉妹の三女西村海子です。本日は夢の国名作劇場と称しまして、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスをお届けしたいと思います。この曲ですね、メリーポピンズの中で人生を向上するための魔法の言葉、困難をな状況を、なんとかね、こう打破するというね、言葉、おまじないの言葉ですね。これさえ言えば私たち幸せになれる。今ねコロナでいろんなことで不安でいっぱいですけれども、ぜひ皆さんスパカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、これ早口で唱えていただきたいなと思います。そして今日はですね、またもう一人増えました。西村家、実は非常に複雑な家庭事情を抱えております。あまりそのことについては振られたくないのですけれども、実は五女がおりまして、五女が太子でございます。これね、 Y 子に続きまして、だらしないので、いろいろとね、ちょっとね、脱ぎっぱなしのほっかりっぱなしということで大変恥ずかしいものをお見せいたしました。それではね、お届けしたいと思います。ただちょっとね、アングルの関係で最初にね、ワイコがもうこのカメラを設定したので、私がちょっとしか映ってない。これが本当に納得いかないんですが、ぜひね、皆様にはお聞きいただきたいと思います。それでは、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、お届けいたします。